ボーズの新曲がすごく話題になってますけれども、まだ僕聞いてないですね、見てないんですよね。アウアのゼン、見た人、聞いた人いますか？聞いてないね。言葉いいみたいですね。でももうすでにね、名曲いっぱいありますからね。一生かかっても我々がもうパクリきれないぐらいの名曲がいっぱいありますけどね。もう、ちょっと言葉遣い間違えましたパクリじゃないんです。オマージュです。オマージュしきれません。で一曲ね、最近また一つオマージュしたんですよ。今日はね、英吉でロックンロールハウスですから、ちょっとロックな感じで行きたいなと思いまして。さっき、マコさんが、排除の話してましたね。なんか、僕もすごく同じような気持ちでいて、ものすごく極端になってるな、という気がします。寛容さっていうのがどん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 なくなってるような気がして、ものすごく新しい価値観を見つけ出せなきゃいけないような風に、言われたりしてますけど、本当にそうなのかなっていう気もします。もっとシンプルで、シンプルな寛容さっていうのが必要なんじゃないかな、大事なんじゃないかなと思って、そんな気持ちを、全然元歌とは関係ない歌詞でただこのタイトルと、サビのこの歌詞が、なんかその自分の今の気持ちにすごくぴったり合いましたので、オマージュさせていただきました。この歌でございます。さ、ロックで言ってくれよ。ロックノールハウスだな。プロ入ってる場合じゃない。俺も入りたかったなって。今度行こうよ。じゃあ行こうぜ。Together, さあそいつを超えるぞ。
ノーマルです。常時っぽいギター森田ひろし。関西でやった時はですね、面白かったですよ。シュッとみんな言ってくれました。